はい、皆さんこんにちは。プロ野球スピリッツ2014ですね。続きプレイしていきましょう。今日からは強敵のソフトバンクとの一戦になります。で、前回ですね、初めて、安打数勝負なるものに勝ったんですね。安打数勝負っていうのは、特定の選手とですね、特定の期間、ある決まった期間、ヒットを打った本数を、まあ、競うという、まあ、ミッションになるんですけども、初めて前回勝ったんですね。勝った理由っていうのは、お互いにピンチヒッター同士だったんで、まあ、打席がね、均等だったっていうのが、勝因なんですけど、まあ、ただし、勝ったからといって何もありませんでした。スピリッツが1個溜まっただけです。なので、今日も引き続き、代打要員、交代要員として、まあ、出場するっていう形ですね。さあ、試合の方を見ていきましょう。ソフトバンクはまず3点先制して、マリーンズが2点返していると。これは勝ちたいな、落とせないゲーム。うん、回ってきました。6回の裏、ワンアウトランナーなしです。今、マリーンズは5位にいますんで、上位のね、ソフトバンクには絶対に勝っておきたいところです。武田翔太、調子は絶不調ですね。ストレート縦のスライダーにドロップカーブですか。決め球はカーブ方向と。わかりました。失投が来るかもしれない。縦のスライダーが外れてワンボールです。これはチェンジアップ。さあ次は、ここでストレートか。ここでストレートか。これはカーブがきますね。ミートに変えます。難しい球。これで1球見逃したんで、再び強振に変えましょう。なんとか当てた。今のはチェンジアップですか。これはピッチャーフライ。情けない。いやー、情けない当たりだ。もう一回回ってこる。もう交代してますね。試合の方も敗戦です。なかなかうまくいかないですね。厳しい、厳しいですね。さあ気持ち入れ替えて残り2試合、ソフトバンクとの3連戦の残り2試合目、3試合目はね、絶対に勝ちに行きましょう。うわー、セッツか。まあ、実際問題強いですよね、ソフトバンクは。やっぱりピッチャー陣がね、すごく充実してますよね。で、今、チラッと見えたんですけど、ナルセ。ロッテの先発はナルセだったんですが、絶不調でした。なんかイメージとして、ナルセって、不調のイメージですね。なんか、ニコニコしてるマークはあまり見た覚えがない。まあ、とは言ってもね、ロッテの、まあ、エースですからね。好天に恵まれました。QVC マリンフィールドです。うわー、ロッテに3点。うわ、5点?うわー、厳しいな。ボコボコだな、今日も。7回の裏。11点リードされてます。なんとかなんないのかなー。ロッテの先発陣。昨日のゲームでは無安打に終わっています。
まだ3回ありますんで1点でも多く返しておきたいところですよね。もちろん1点でも返したいですよ。ね、この辺でね、弱気になったらいけないですよ。最後まで諦めたらいけないです。踏ん張りに期待しましょう。ここまで2球変化球が外れてボールですね。次あたりストレートが来てもおかしくないな。せめてホームランをぶちかましてやる。うわー、カーブスライダーだな。さあもう一回回ってきて、よし、9回の表です。あ、裏ですね。ノーアウトランナーなしです。依然11点ビハインド。さあ摂津がまだ投げてますね。まだストレート一本も見てないぞ。うわー、当たりは良かったんですが、当たりは良かったんですけどね。厳しいな。厳しい。厳しい。さあせめてね、一勝は取りましょう。何としても一勝は取りましょう。3連敗はまずい。気持ちが沈んじゃいますね。よく晴れた天気になりました。あんな大敗を食らうと。パシフィックリーグ公式戦、千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークスの11回戦です。さあ試合の方始まっています。今日もソフトバンクに先制か。うわ、投手陣もうちょっと頑張ってほしいな。バッターは7番に入っているハウアー。2試合当たりが出ていません。スタンリッチか。さあ西さん、なんとかここは意地を見せたいですね。見せたいですよ。きっちり役割をね、果たしたいですよね。ナックルカーブが外れてワンボールですね。ここは決めておきたい。ストレート外れてツーボールです。しっかり仕留めたいですね。さあ何を投げてくるか。うわー、打ち上げた。落ちろ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 。ダメか。かー、よし、同点に追いついてる。よくやったロッテ打線。しかもワンアウトランナー二塁一塁、ヒット一本で逆転タイムリー。そういう場面ですね。頑張るぞスタノリッチ。ストレート来い。落ちろ、よし。ただ帰っては来れなかったか。帰っては来れなかったですね。それにしてもうまく引っ張りましたね。これは
ボールはなんだろう、スライダーかな。なんとか落ちてくれましたね。さあ勝ち越して、勝ち越せないの、おまけにかー。あそこで勝ち越しだになってればっていう場面ですね。ただね、あれはホームに突入してたら多分アウトになってましたからね。さあピッチャーは森福、ストレートシュートにスライダー、この辺りが得意球みたいですね。打ちました。わあ、一塁送球します。タイミング的には結構いい当たりだったんですけどね。厳しいな。4連敗が。いやー、ホークスに3連敗、ちょっと非常に厳しい結果になってしまいましたけども、次戦からファイターズ戦、気持ちを切り替えてね、頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。というわけで、今回も最後までご覧いただいた方ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。